はい皆さんこんにちは、村正です。本日はね、スプレーガンご紹介しようと思います。本日は本日もはい。<laughs> あのね、イサム・トリオさんが出しているスプレーガンで、パック9って読むのかな <laughs> うん。イサム・トリオさん、親友賞 うんまあいいや、エコーさん作ってる缶ですよ、結局。はい。<laughs> あの、パッケージね、エコーさんなんでね。まあ、イサムトリの親友っていう会社があって、うん、エコーさんが作ってるンです。はい。<laughs> まあ、そこら辺はまあ、ちょっといいんですけど、あのね、ちょっとすごい機能がありまして、まあ、機能というか発想の転換と言いましょうかね。 まあそちらをね、ちょっとご紹介しようかなと思います。まあこれ中に入ってる紙なんですけど、エコーさんのね、説明書ってすげえわかりやすかったりするんですよ。あのー、何て言うんでしょう、塗装の仕方っていうんでしょうかね。まあ見るとわかるんですけど、 ま、こいつなんですけど、説明書の中では一番、エコーさんのスプレーガンの説明書が一番いいと思いますね。はい。で、あと、ま、メーターもね、私ね、エコーさんの方が一番見やすくて好きなんですね。うん、そこら辺もちょっと、ま、あ後でご説明しますけど、こちらね、あの、本体パックガンです。はい。まあ、こんな感じのね、かっちょいいカップがついております。うん。まあ、色合いもね、あの、独特ですよね。うん。 まあ中身はね、こんな感じなんですけども、はい。後ほどね、実演塗装の映像をお送りしますね。でそこちょっと高さ高いっすよね。これなんか多分意味あるのかもしれませんね。色漏れづらいとかなんかそういうのがあるのかもしれません。はい。で、これメーターなんですけど、もうここにマウントされてるんですよ、メーターが。あの、レギュレーター別に買わなくてもいいよねっていう話ですよね。 プロの方よりも、ひょっとしたら、こう、DIY とかの方とか、あと、その、まあ、1年生の方、2年生の方、3年生の方とか、ね、あの、まだ、塗装に不慣れな方、スプレーガン自体に不慣れな方、はい、そういった方にもね、こう、すごくいいのかなと思います。 そして、このガン最大の売りポイントと申しましょうか。これ、絞りつまみ。あの、突出量ですね。塗料を突出させる量を調節するつまみです。大体のスプレーガン、ほぼほぼ4回転でマックスといったところなんでしょうけども、こいつは大体1回転でマックスしようぐらいかな。1回転で4回転分ぐらい ?4 回転半ぐらい うん、普通のがんのだいたい4回転半とか4回転ぐらいのものを1回転くらいで行なっちゃおうみたいなはいそしてこれクリック感あるんですよね今0とか1とかっていう数字が見えたと思うんですけどまあどういうことかってつまりこういうことなんですよねトリガー見ててくださいトリガーはいカチッ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 とクリック感がありますはいカチッカチッカチッカチ,ッカチッと そしてね、こう、まあ調節できるんですよね。うん。すごくね、いい機能だと思いますよ。クリック感がまた楽しい感じですね。で、穴こんな感じですね、キャップね。はい。いっぱい開いてる系。ちょっとアトムっぽいのかなっていうような雰囲気がありました。うん。 あまあ、エコーさんのね、あの、ガン使っておられる方は、ちょっとわかるのかな、といった感じでしょうけども。まあ、極広パターン幅というかね、あの、とてもパターンは大きく広がるタイプのスプレーガンですね。うん、塗りやすいと思いますよ、私。はい。まあ、私自身がね、あの、パターン幅広いガンが好きなんで、うんと私の、まあ、好みに合ってるかな、といった感じです。はい。 あとちなみにこれ企業案件ではないので完全にあのうちの工場で購入したスプレーガンとなっておりますでまあ塗った感じこれ何クリックでしょうかね多分ねー3 c 56ぐらいのあたりで塗ることになるとは思うんですけどあのゼロからねうん数字が振ってあってぜ一番右に回した時がゼロになっててそしてまあ12345てこうカチカチカチッカチッ,カチッ,カチッ ククリック感があって数字を調節できるともちろんね数字と数字の間に設定することも可能ですだからまあシームレスな感じ別にこうクリックを無視すればあのー、1カチとちょっととかっていったこともねできなくは全然ないので、はい、目安としてこうクリック感がある感じですねうんまあだから普通のがんの4回転分を1回転で済ましちゃえみたいなところがあるのかなと はいまあ、ベテランなんかねあの多分全開に回して取れる寸前で止めちゃうぜみたいなところもあると思うんですけど、まあ、この、ね、エコーさんガンはこれ取れませんけども、あのーはい、取れたり、ね、するガンは取れる直前でこうあ僕そっちが取れましたねめったこれ取れちゃう、まあ、洗浄する時なんかも、ね、これ取れないとまた困ったりするのから、まあ、ガンウォッシャーとかねあの洗浄機なんか入れる時にはこう外した方がいいのかなと思って、はい、取れるのかなと思ったら。 取れました、ねうん、あでそこからもエア出るよみたいなまあそれはそうですよねそこでこうねエア圧取ってるんですからねうん、まあ、こんな実験もしてみましたはいまあいたってまあす当然のねあの結果なんですけどもエア出ますはい <laughs> <laughs> でまあこのガン多分特徴が結構あるんですけども私最大の特徴はこのやっぱりこうクリック感のある絞りの部分だとは思うんですよね。ま、うん、まあまあ、まあ、私,私の習慣で,すよ、はい、で何がじゃあこの数字がいいのかっていうと例えばなんですけど。 よくわからない状態で、例えばですよ、あの、一年生を教えてる親方さんがね、うん、あのー、俺がちょっと3で塗ってみたから、まあ、お前2とか3で塗ってみれや、みたいな。そんな感じのね、あのー、こう指導ができたりするのかなって思います。はい。まあ、2と3の間でやれよ、とかあ、目いっぱい上げても読んだぜ、とかっていう風にね、あの指導したりとか、そんな風な使い方もできますしね。うん あとまあイサムさんなんかでもまあこれをやるのかわかんないんですけどあのパックガンでいうところのえっとまあ投料のブランドにもよっても希釈って違うんで突出量も変わってきて数字も変わってきてしまうんですけどもあの まあ、うちの会社は3で塗ってます気温何度の時に湿度何パーセントの時にこの3で塗りましたとかやって3で塗ってあのこんぐらいになりましたとかっていうとパックガン持ってる人はこうあパックガンの3でこんぐらいなのかとかってねあの分かりやすくなったりとかって感覚がねうん。 そうういいっったこ,うことにもつなながるのかなって勇、まあ、さんがそこまでやるかどうかは分からないですけどあもうすでにやってあったりするのかもしれませんけどね、うん、そこら辺のちょっと情報は僕は分かりませんけどもあの指導、まあ、情報共有っていうんでしょうかね社内でのね、うん、みんながこのガンをもし使っていれば今日何で塗ったとかって、はい、今日俺4で塗ったぜとかどんな感じとかうんこんな感じだったっつって3の方がいいよとか5の方がいいよとか。 でね、あの情報共有にもねなるのかなと思います、うん。あの、ちなみにね、あの3とか言ってましたけど、3ほとんど出ませんよ。はい、<laughs> 4か、うん、5か6かみたいなところがありますね。うん。 まあそうやってね、こう、社内でもね、情報共有ができたりとかっていうのはすごくいいことかなぁとは思います。はい。まあベテランは多分ね、左側目いっぱい回して、こう、8とかっていう数字に合わせて終わりだと思うんですけど、はい。<laughs> あとはトリガーコントロールでオッケーだぜ、みたいな。そしてね、ちょっと気になるところがありました。これちょっとまあ PBS カップのはね,ね、ついてるんですけども、LG 型のアタッチメントがね。うん。 で、ちょっと、うがい、うがいですね。うがいをさせてみよう。洗浄時に使うね。うがいをさせてみようかなと思ったらね。なんかちょっと、来ないんですよね。こう、普通だと、こう、ゴボ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 っとこう、来るはずなんですけども、な指の押さえ方が悪いのか。まあ、これこう結構来ましたね。はい。まあ、指を押さえて、こう、うがいをさせますけど、ガラ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 っとね。逆噴射ですね。うん。逆噴かけて、もっとこう、ごぼっとね、 あのの来るのかなと思メーターのせいなんでしょうかメーターのシステムのせいなのかはい、うがいがねちょっと安定しますわかんないですよあのこの機体の機体じゃねえやこのあの個体の、うん、個体差なのかもしれませんそれはちょっとわかんないですけどはいあ今今目いっぱい来てますね、うん なんかね、ちょっとね、不安定だったんですよ。たまたまかもしれないんで、うがいにこう、命を懸けてらっしゃる方はね、このガンはちょっと、どうなのかなってところもありますけど、はい。うがいあんま気にされない方はね、いいかもしれませんけど、こいつ、個体が悪かったのかもしれません。それはちょっとわかりません。はい。あの、ちなみにね、私はね、ガンウォッシャーメインなんで、メーター外してガンウォッシャーにぶち込んでいました。はい。 だからね、うがいを多用される方は、ちょっと確認された方がいいかもしれませんね、販売店の方にね。はい。私、このメーターが大好きで、はい。話変わってますね。むっちゃ見やすいんですよね。間違いようがないんですよ。エコーさんのメーター、最高です。はい。ということでね、あのこの度はね、イサム塗料、や、親友商事、うん、いや、エコー製スプレーガン、パック9をご紹介しました。 以上、村政でした。ご視聴ありがとうございました。また次回、動画でお会いしましょう。